皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは1分間の日記で夢は必ず叶うというテーマでお届けいたします。皆さんは日記を書かれているでしょうか。実は私は日記はですね、書いたことがございません。その代わりといってはなんですけども、ここ7、8年ぐらいですね、1日の仕事の活動の記録をしている、日報っていうのを書いています。ただその日報って言っても、こう事務的な、ただ単に事務的なものではなくて、営業の活動をどれだけやったか、当然スケジュールとか、経営理念がどうだとか、あと今期の目標、あと半期の目標、四半期の目標だとか、あとはいいこと悪いこととか、その他もろもろちょっと詰め込んであるわけですね。気づいたこととかね、良かったこととか、そんなことで、ですね、結構ですね、この日記については、日記とかこの、日報については結構私うるさいんですね。それで今日紹介するのは本なんですけども、1分間の日記で夢は必ず叶うっていうね、これ今日買ったんですよ。先日か買ったんですよ。でですね、これね、帯のところに我慢できない欲求が夢を現実化させるって書いてあるんですけども、1分ですからね、1分でこう日記を書いて、さらにですね、その欲求をですね、湧き上がらせる、そんなポイントは何かななんてね、いろいろ考えながら楽しみにして買いました。ちなみに電子書籍で買ったんですけどね。で、ですね、アマゾンのね、書籍のこう説明なんかこう見るとね、いろいろこう書いてありますけどね、とにかく欲求をどうやってね、高めていくかね、我慢できない欲求にするような、日記の書き方っていうのは一体何だろうかっていう、それが1分でできるのか2分なのかね、その辺のところはこれから具体的にですね、私もね、読みます。で、皆さん方もですね、何か1日の終わりに、こう今日一日の活動だとか、ちょっとしたですね、反省の時間、または明日に向けてなんかこう改善点だとか、そういうものを毎日こう書き留めていくだけでもですね、人生が変わってくるのではないかなと私は思っております。私ももう 7、8 年そういったことをやっておりますけども、一日の気づきとかね、その中から、気づきの中から、じゃあこれをビジネスにどう生かしていったらいいのかっていうね、その気づきを商品とかサービスにするのもいいですし、明日の行動にこういうふうに生かしていくでもいいんですけども、そういうことを1分でも2分でもね、毎日考えるっていうことが、長い人生の中で継続できれば、それはそれでですね、ものすごい収穫があるのではないかなと思います。いずれにしろ1日のこう区切りとして、何か、ちょっとした、記録を取るっていうことは非常に大事だと思いますので、非常にですね、この本を読むのを私は楽しみにしております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。